おはようございます。10月8日です。今7時か。太陽もまた今日も天気良さそうですね。今日は洗濯せなあかんですから、まずクレーの方の島回ってクレーに戻って、その辺で洗濯して終わりという工程になる予定です。ここは、宮島、あそこが展望があるからちょっと宮島の写真撮っておきましょう。はい、これ稲田大橋720枚しました。今から4つの島を渡ります。今ここですね、下浦狩りの入ったとこですね。でこちらが浦狩り、豊島か、何島って言うんだ。この一番端っこに御手洗いってお手洗いがありますね。今渡った橋があれですね、秋灘大橋だったかな。でこれが下浦狩りだったかな。んであの橋を渡って向こうの島が上浦狩り。浦狩り大橋と書いてあったですね。下から谷に渡りますね。ちょっと見たいですけど、ダメですね、これは。わあ、今日は静かな海ですね。これは何だったか、下浦狩り入ったところからの、瀬戸内海の眺めですね。渚海水浴百選の県民の浜です。もっと大きな浜を想像したけど、小さいですね。わあ、だけど水はきれいですね。これは先ほど入った下浦狩りという島ですね。もうじき向こうに豊島と3つ目の島があるんですけどね。水は本当に綺麗ですね。ビデオ映らんわな、水が透き通ってるね。よっしゃ。はい、トンネルを抜けると豊島大橋。こっちが豊島ですね。あれが今渡った豊島大橋か。だからこっちは下浦狩りか。向こうの島だね。で豊島からのこっちは北側の展望です。だから向こうはもう何て言うのかな、本州っていうのか。だからあの辺の町はもうフレッシュかな。そうしとこう。次の島からや、なかなかいい景色ですね。はい、向こうが大崎下島っていう、それにかかる橋の名前が書いてなかった。この島
島に御手洗の町並みがあるんですね。あちらは大島ですね。でこの橋を渡って、この島大崎下島と書いてあったかな。これも北川だな、向こうが、だから、まあ、本州の方でしょうね。はい、御手洗建造物保存局ですね。もうこれ読みだな、風町、潮町、港町江戸時代の町並みから潮町、この辺をちょっと歩くか。まあ昔から港町で栄えたんでしょうね。もう一応かな、平野山田さん、もうなんでこう綺麗にしてんの。こっちも筋行っていいかよ、わからんな。こっち行っていいか、もうなかなか感じるじゃないですか。そうか、この伊藤忠、こっち日本で地図作ってあったよな。この通り今何気なく通り過ぎたけど、ここが江戸時代の町並みらしいですね。見ると電線がない。こちらの筋はみんなこうやって電線があるのにね。とさっきあそこにおったガイドさんが教えてくれました。まあここでいいか。こっちも電線があるからそう古くはないね。壁の感じですよね。なかなか立派な松ですね。ここは倉橋島っていうところにある桂浜です。渚と白砂青松の百選になってます。なかなか松見事です。あ、遠かったな本当に、まあ、今日は走り詰めっていう感じですね。立派な浜ですけどそう大きくないですね。そんなに透明度はない、ね、
疲れたな、走り疲れたですね。なんかこのエクス、イクス島神社と関係があるみたいですね。お祭りのその船をここで作ったって書いてね。どうかご撮影。これはなんだこれ。堀があるの。名勝百選の只見海岸というのが名勝百選になっていて、まあ、それはこの瀬戸音の瀬戸公園にということにして来ています。只見海岸というのはどれなんだろうな。だけどしかし、ああまあここがいいですね。高台からの眺め、ああなかなかすごい眺めですね。行った、あの島とは違うな、かなり離れてるな。あれはなんか平の教授5年か関係があるみたいだな。鷹取の地でなんか書いてあったな。上になんかあるな。平の清盛の招き、あの像と写真撮っとくかな。なんだ、砲台があったのか。なんで上に平の清盛の像があるんですか。あ、これだ。どこだ行った、これ。こんな橋ねえやんけ。こっちの方か。あっちなら橋か。あ、だからあれが、あれだ、何だったっけ。裏狩りだったっけ。忘れた。朝行ったとこですな。県なんですね、これ見るとか。愛媛県今治、うん、倉橋先行ったとこですね、桂浜、うん、こっちの方か。あ、なかなかのもんですね。プレコですね、すごいですね。潜水艦が初めて見たな。本物の潜水艦が。確かこのプレコーは UFO100 戦になってる。レンガ作り。こっちも
すごいね、なんか造船所がありますね。なかなかなもんですね。船も昔多分軍港だったのかな。ありました、美術館通り、もう一白線です。要するにこれが美術館なんだ。前通りだから、いろんな、彫刻というか、なんていうんだろうな、置いてありますね。灰ヶ峰というところにやってきてるんですけど、ひどいところですね、もう。夜景なんか見えるようなポイントどこにもないですね。まいたです。なんか一応灰ヶ峰公園というのができてますけど、夕日が見れるようなポイントなさそうですよね。山の森森森森まあ歩くのめんどくさい、やめた。19時になってしまいました。 宮島サービスエリアです。ちょっと勘違いしたの、私ここに王将があったような気がしたから、わざわざ遠回りして、上り見にやってきたんだけど、ここは違ったですね、残念。明日は宮島行くから二人のがよっぽど便がいいんだけど、わざわざ遠回りしてまーやっとれんな、しゃあない、ここにあるもんでビール飲もう。